これを食べてマイナス10キロ痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それでは一つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。今回は4つあります。まず1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。もうあなたがですね健康的で綺麗に痩せたいってもうリバウンドなんかもう二度としたくないって思ってらっしゃるようであれば、まず何をすればよいのか。それはまずはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になるんですよ。ここを無視して痩せようってそれはね無理なんです。なのでもしあなたが今までいろんなダイエットもあれもしたこれもしたなのになんで1キロも減らないのっていうねご経験をしていたとしたら、今すごくねそのことで苦しんでいたり悩んでいたりやりたいことがこうできなかったり自分自身をこう見失ってねしまうようなことがあったとしたら、あなたが悪いんじゃないんですよ。大丈夫です。あなたの腸内環境が悪いからこそダイエットに成功しなかったっていうだけです。では逆に言えば、今から腸内環境が整うお食事に一つずつ切り替えていかれたら、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類が増えて元気になって、そしていつまでもいなくなることなくですね、そのままあなたの腸内でずっと、ああ心地いいな、このままここに住み続けようよってねみんなって言ってもらえるような環境をあなた自身が作ってあげればねいいだけなんですよ。そのために必要な腸活レシピがありますから、今回そのうちの一つをあなたにお伝えしていきたいと思います。最後まで楽しみにご覧くださいね。では2つ目です。このレシピはですね、脂肪燃焼効果も非常に高いレシピです。これも大事ですよね。もうずっと数年溜め込んできてしまった脂肪をですね燃やすってもう大変なことなんですよ。もうたった1キロ脂肪を落とそうとしたらどれぐらいの運動が必要だと思いますか？もうフルマラソン2回分って言われてるんですよ。もうそれぐらいもうこうですね、もう汗と血と涙とみたいな、やっぱりね頑張らないとそんな簡単に脂肪って落ちませんよってことです。ただしっかり腸内環境を整えてさらに脂肪を燃やしてくれればダイエット加速しますよね。そして3つ目です。食物繊維が豊富に含まれているレシピなんです。ここも大事ですよ。この一番につながっているんです。なぜかというと痩せ菌たちの餌となるのが食物繊維なんですよね。これを与えてあげないと育たないんですよ。せっかくね善玉菌が多く含まれているような食べ物を食べても、その善玉菌たちがそこで育ってくれないと、育ててあげないといけない。よしよしって、はいご飯ですよってあげないといけないんですよね。その時にやはり偏ったお食事ではダメなわけです。必ず食物繊維を毎食毎食たっぷり入れてあげましょうねってことです。そして4つ目、低カロリーです。今ですねカロリーだけに注目したダイエットっても流行ってないと思うんですね。もちろんカロリー大事なんですけれども、太るもと糖質をね上手にカットしましょうとかあります。もうそれぞれ必要なんですけれども、やはりですねもうシンプルです。なぜ太るのかですよね。それは消費するカロリーよりも余分にカロリーを取るから太るんです。その差分です。その差が差額と言います。その差がですね太って蓄積されていくわけです。もう簡単ですよね。取ったカロリー以上に消費すればいいわけです。なのでそこでやっぱりカロリーだって大事ですよね。いろんな前提ありますけれども、いくらいいものだからといってその高カロリーのものばっかり取っていては消費できませんから太ってしまいますので、やっぱりカロリーもきちんとある程度考えながら、しかも美味しく召し上がっていただきたいなと思います。では2つ目の項目に行きましょう。何をということで、今回は
あなたにお伝えするリンゴ酢を使った痩せるレシピが持つその材料、それぞれの痩せる効果について詳しくお伝えしていきますね。それで最後に作り方、レシピご紹介したいと思います。ここ大事ですよ。この食材の痩せる効果をしっかり頭に入れていただきますとアレンジも効きますから、ぜひ毎食毎食これ入ってるかな、あれ使ってみようかなっていう参考にしていただきたいと思います。ではまずリンゴ酢使います。リンゴ酢もあのドリンクとしてですね、もう気軽に摂取もできるんですけれども、そんなに大量に飲むものではないんですよね。やはり摂取量はだいたい目安としては1日あたりかけて大さじ1から2でも十分効果があります。それ以上取ったところでそんなにね効果って変わらないというデータも出てますから、そんなにね頑張ってお酢ばっかり飲まなくても大丈夫なんですよ。それよりもまあドリンクで1杯取ったら、あとはお料理に使ってみるとか、バリエーションよく長続きできるように工夫していただきたいと思ってご準備しています。でまたこのリンゴ酢はですね、痩せ効果チェックしていきましょうね。脂肪燃焼を促進してくれます。いいでしょう。リンゴ酢を取るだけでは溜め込んだ脂肪を燃やしてくれるわけですよね。もうこれを味方につける。そして基礎代謝がアップします。そのことで結果脂肪がつきにくくなるんですね。でまた嬉しい効果が、溜め込んだ脂肪を燃焼しやすくしてくれる、プラス今から入ってくる脂肪も抑えることができるんですよ。ここです。血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれます。もう確かにですね、食事を取れば血糖値が上がります。ただいきなりこう爆上げされるといけないわけですよね。この間のこの差が大きければ大きいほど脂肪をいっぱい溜め込む量も増えてしまうわけです。逆にこの血糖値の上昇の数値をギュッと下げてくれれば、これだけの量で脂肪を溜め込むだけで済む。どん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 ですね、この緩やかに上昇してくれた方がいいわけです。その役に立ってくれるというのがこのリンゴ酢になるんですね。そしてまだまだ続きます。リンゴ酢効果です。数多くあるお酢の中でこの酢酸という働きが一番強いのがリンゴ酢なんです。なのでダイエット効果が一番あると言われている理由はそこにあるわけですよね。そのことであなたの腸がですね、なんと元気に動いてくれますよ。蠕動運動が活発になって、余計な太るもとをどんどん体の外に出してくれる、もうさようならってもうごそっとこう大掃除してくれるわけですよね。やっぱり腸が元気イコール痩せ体質なわけですから、ここを味方につけましょうということです。そして、どんなに痩せ効果があっても食欲がその暴走してしまうと困りますよね。特に私たち女性なんかは生理前とか生理中とか、もうね食欲止まらないってないですか？もうその気持ちよくわかります。もうね、生理前生理中のお悩み相談、私本当よく受けるんですよね。もう先生、でもせっかくここまで体重落ちてたのに、もう生理が来るたびにやっぱり食べちゃって、でまた戻る、この後繰り返しなので、もうやる気が落ちちゃいますってね、お悩み受けることあるんですよね。もうすごくわかります。ただそのやっぱりホルモンバランスのその状態に従ってしまってはどんどん太ってしまいますよね。もうすごく辛いんです。その時にやはりこういったリンゴ酢の効果を使ってその暴走する食欲を抑えることができる。満腹感を得やすいですから、あ、なんかこれ食べたらもう満たされたな、幸せだな、もうお腹いっぱいでいいんやって、もうこんなお菓子いらないってねなる方がいいですよね。そのことであなたはその食欲のコントロールもできますから、リンゴ酢使っていきましょう。そしてむくみの改善効果もあります。いかがですか？生理前とか生理中とか、もう先生むくむっていう方もいらっしゃるんですけど、あなたはいかがですか？やはりそのホルモンバランスでどうしても影響私たち受けますけれども、なんとかそこをね改善していく手立てとしては、このカリウムを取ることがとっても大事です。そのことで余計なその水分代謝をですね、どんどん良くしてくれて外に出してくれますから、キュッとねむくんだお顔であったり下半身であったり、こうタプンタプンってね、こう嫌じゃないですか。もうパンパンなんてね、もう痛いですしね、そういったところを改善していくこともできます。では次の材料、痩せ効果です。キャベツも使います。でキャベツもですね、実は別動画で痩せる酢キャベツダイエットということで詳しく作り方をお伝えしておりますので、もしご興味おありな方はリンゴ酢を使ったこの酢キャベツもおすすめですので、ぜひこの動画を見終わった後にチェックしてみてくださいね。で今回は酢キャベツだけの
レシピではないのでお楽しみにしててください。でキャベツはですね、もうとにかくあなたの腸内環境を整えてくれます。なぜかというと一気に2種類の食物繊維を取れてしまうからなんですね。水溶性と不溶性といってそれぞれ腸には必要な食物繊維になります。ここを一気に取ってしまいましょうということですね。そしてもう何といってもキャベツは低脂肪ですよね。カロリーが低い、そして抗酸化作用もありますから若返り、アンチエイジング、体がこう錆びていくのを防いでくれる効果もありますので、私たち女性にとってはとっても嬉しい効果になります。では次の材料はこちらを使います。かつお節ですね。かつお節いかがですか？あなたも日々の食事の中で取り入れていただいてますか？もうこれはダイエット向きの食材ですから、ぜひ使ってくださいね。かつお節って実はですね、脂肪燃焼効果があるんですよ。もうこれも味方につけたい効果ですよね。また先ほどと同じで、そのリンゴ酢で食欲のその暴走も抑えてくれる効果もありますし、なんといってもここすごいのが必須アミノ酸が全9種類取れてしまうんです。これすごいですよね。たったかつお節一つ取るだけで必須、要は体の外から取らないといけないって言われて、このアミノ酸全種類取れてしまうんですよ。これも絶対ね、ぜひご活用いただきたいなって思うんです。でまた低脂質のタンパク質がすごく豊富なんですよね。やはりあの悪い粗悪な質のですねタンパク質を取ってしまうと消化にものすごく負担をかけてしまったり、食べてもそもそもこの消化吸収がこうできにくいというタンパク質を取ってしまうと、まあ、無駄ですよね。で腸も疲弊してしまって、なんかもうきついって、もうなんでこんなもん食べるのよってね、怒られちゃいますよ腸からね。もっといいもの食べてよってね、だったら痩せるのにってね、きっと腸がねあなたに教えてくれると思います。それぐらいやっぱり質の良いタンパク質ってすっごく大事なんですよね。そのタンパク質を持っているのがこの鰹節なんです。そうすることで吸収力アップして、あなたはもう本当に無駄なくもうコスパがいいわけですよね。そのようなやはりいいものを取り入れることで、もうタンパク質って本当に痩せるためにも必ず必要な栄養素になりますから、鰹節でしっかりと取っていきましょう。では最後の材料はこちらです。黒ごまになります。なぜこの黒を選んでいるのかという理由を後でお伝えしますね。まず黒ごまがすごいのは脂肪の蓄積を抑えてくれます。嬉しいですよね。食べている時のその溜まっていく脂肪を溜め込まないようにも手伝いしてくれるわけなんですね。でまた血糖値の急上昇もごまも抑えてくれる効果があるんですよ。リンゴ酢と一緒ですね。でまた脂肪燃焼効果があります。ここがポイント。黒色、黒っぽい食べ物というのはアントシアニンという成分が入ってるんですよね。そういったアントシアニンがこの脂肪燃焼効果がある食べ物ですから、ぜひあなたも黒ごまもそうですし、ブルーベリーであったりとか黒米とか、とにかくその黒っぽい食べ物ってとってもおすすめなので、ぜひ召し上がってみてください。であとね、ごまからも食物繊維が取れちゃいます。キャベツと一緒ですよね。ここでしっかりと痩せ菌たちの餌を取ってあげましょうということです。ではお待たせいたしました。いよいよ3つ目、最後の項目、どのようにということで、今回リンゴ酢を使った痩せるレシピの材料、作り方、そしてその後に私が実際作っている様子を実演動画、あなたのためにご準備していますので、作るときはそちらをチェックしていただいて、ぜひご参考にしてくださいね。じゃあまず材料です。今回あなたにお伝えするレシピはこちら、リンゴ酢を使った和風のコールスローになります。材料2人分です。まずキャベツ 200g 用意しましょう。そして和風のつゆを 50ml、 リンゴ酢 30ml、 かつお節1袋、まあ、パックになっているものですよね。あと 黒すりごまはまあ適量で良いです。でポイントは和風つゆもそうですし、リンゴ酢もそうですけれども、あの無添加のものを選んでください。決して化学調味料とか人工甘味料とか、あの香料とかね、余計なものが入っていない良いものを選んでくださいね。では作り方をお伝えしていきます。1つ目、キャベツを5ミリ四方に細かく、コールスローですからね、こうカットしてください。2つ目です。チャックができるこう保存袋に切ったキャベツ、和風だし、リンゴ酢、かつお節を入れてよく手で揉み込みます。そして3つ目、
出来上がりましたら器に盛っていただいて、その後にこうパラパラっと黒すりごまを振りかけていただけたら完成です。では今から実演動画をご準備しております。ご参考にしてくださいね。どうぞ。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せる効果の高いリンゴ酢を使った痩せるレシピをご紹介いたしました。ぜひあなたの健康的なダイエットにお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。